J3 宮崎は18日、元日本代表 FW 工藤武史陣、32、が水頭症で入院し、ICU で治療中であることを公表した。クラブの公式 HP に、工藤武史陣選手の体調について、というタイトルで文章をアップ。10月2日、日、の練習時間外に体調不良を訴え、翌日10月3日、月、に医療機関を受診し、検査の結果、水頭症の診断を受け入院をいたしました、と報告。11日に手術を行い、療養していたが容体が悪化し、10月17日、月、から ICU にて治療に専念しております、と経緯を説明。クラブ一同、工藤選手の回復を心より願っております。そしてサポーター、関係各所の皆様にも、共に工藤選手の回復を願っていただけましたら幸いと思い、ご報告させていただき、来ました、とした。工藤は柏の下部組織からトップチームに昇格し、カナダのバンクーバーホワイトキャップスを経て、帰国後は J1 広島、J2 山口へ、オーストラリアのブリスベンロア FC でも活躍し、今年から宮崎に加入した。また日本代表にも選ばれ、6年、U16、10年、U21、12年、U23、13年に代表に選出。国際 A マッチに4試合出場し2得点を挙げている。自身のインスタグラムは5月2日の投稿が最後で、J 通算250試合出場の達成を家族で祝ったことを報告。工藤家のバナナケーキを紹介し、娘との2ショットをアップした。また4月28日の更新では、250試合出場達成のセレモニーで撮影した写真を公に開き、工藤は娘を抱っこし、両親と共に笑顔を見せていた。ネットの声、インスタを見ていたら、娘さんをとても可愛がっていたようで辛い。まだ幼いけどとても寂しいよね。空の上からずっとずっと見守っててあげてくださいね。あまりに経過が早すぎて、きっと本人も覚悟も何もない状態だったと思う。家族も、家族が心配だね。まだ若く、それまで健康だったのにいきなり水頭症と診断されることもあるのか。サッカーのヘディングが原因とかじゃないよね。ヘディングとかが関係あるのですか。誰にでも起こり得るのかな。怖い。このタイミングで娘さんとのツーショットはきつい。ご家族の気持ち、志半ばでこの世を去った工藤選手、無念だった。だろうな。小さい子がかかる病気かと、勝手に思っていました。正直、またきつい訃報です。ご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。